こんにちは、バミルチャンネルのお時間です。当チャンネルはですね、美容師、美容師、アシスタントの方からジュニアスタイリストぐらいまでの方に、まあ、役立つ知識であったり技術をコンテンツとしてご紹介しているチャンネルになります。必ず明日の医療から役立つ内容盛りだくさんですので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、まあ、早速、まあ、今回の内容なんですけども、まあ、皆さんね、あのワインディングのヘルプもしくは自分がやるっていう場面多いと思うんですけど、まあ、その時に役立つ小ネタを今回は、いくつかピックアップして紹介していきます。まあ、今回やっていく内容でいうと、ラバーのかけ方で、ワインディングのテンション、薬剤塗布、ターバン、スティックの打ち方、パーマキャップ、主にこの内容で今回はご紹介していきます。全部ね、まあ皆さん営業でもやってるかもしれないんですけども、まあスタイリスト目線から見て気をつけてほしい場面であったりとか、ここってこういう風にするとやりやすいんだよであったりとか、そういう小ネタをたくさん入れてますので、しっかりとね見ていただけたら嬉しいです。それでは早速いってみましょう。レッツゴー。それではね、早速やっていきましょう。まあ、今回本当に営業で役立つテクニックになるんですけど、まず一つ目としてはですね、ラバーのかけ方ですね。ラバーって、まあ、美容学生の時とかにコンテストとかよく出てた方ってどうだろう。僕の時代はラバーかける時にこの青いの見てほしいんですけど、横から見るとね分かるんですけど、頭皮に対してラバーを垂直に入れるみたいな止め方で結構習ったんですよね。で、実はこれって営業でやっちゃうと結構ダメで、なんでダメかっていうとですね、これ正面からちょっと見ると分かりやすいんですけど、ここすごく食い込んでるの分かります？キュッキュッってこうなっちゃうと、やっぱここに跡がついちゃうんですよね。で、いかに、まあ後でやるんですけど、スティックを打っていかにこのラバーショックを軽減しようとしても、結局この横は改善されないわけですね。なので実はこの頭皮に対してまっすぐラバーを打つっていうのは非常に危険で、最近のコンテストでは結構禁止されているところも多いんじゃないかなと思います。じゃあ結局どうしたらいいのってなるんですけど、この青以外はね正しい巻き方で巻いているので、一個後ろ見てもらうと分かるんですけど、頭皮の丸みに対して垂直ではないですよね。これ見てもらうと分かるんですけど、垂直ではなくて結構横気味になってます。これぐらいのかけ方が適切なので、これぐらいになってくるとこうやってラバーを打ってもこの横がギュンと引っ張られてないですよね。なのでまず今日最初1個目なんですけど、このラバーのかけ方っていうのはしっかり覚えていってください。次ご紹介するのは、巻き込む時のこのテンションですね。テンション、まあ、結論から言うとですね、テンションは、緩めの方がいいです。ノンテンションと言いますか。一応まあその理由が3つほどありまして、一つはですね、まあ、単純にですけど痛いですね。お客様がねこんなビチギャーっとやられたら頭皮がもうもげちゃう、痛いっていうのと、あと、まあ、まずはそのダメージ髪の毛に出ちゃいます。やっぱこうパーマ液で柔らかく軟化させていく中でギューンと引っ張ったようなテンションで巻いてしまうと、すごく髪の毛に負担が出てしまいます。まあ、実際この青い方がねハイテンションで巻いてて、それ以外はちょっと弱めで巻いてるんですけど、やっぱこう髪と頭皮のテンションってあのダメージっていうのはすごくやっぱ危惧するところかなと思います。あとはお薬とかつけるときにこうギチギチに巻いてるとですね、ちょっと浸透しにくくなるっていうのもあるんですよね。まあ、実際はまあこうやってやるとね、まあ、浸透していくんですけども、これ表面で弾かれてて結構中に入らないことがあるんですよ。なのでこうふわふわっと巻いてる方っていうのは隙間が空いてるんで入っていきやすいんですけど、やっぱこのギチギチのやつはこう入れにくいというか、差し付けでやったりしてもちょっと中に入りにくかったりするので、まあこの頭皮への負担、髪へのダメージ、薬剤の浸透のムラ、こういった部分の理由からちょっとねテンションを緩めの方がいいので、これもしっかり覚えておいてください。次にご紹介するのはですね、薬剤塗布の仕方ですね。ロットの直径とかで、まあ、いろんな付け方の注意点もあるんですけど、まあ、今回こういうオールパーパス系の時に、まあ、特に気をつけてほしいのが、1本ずつ丁寧につけるっていうのを意識していただきたいなと思います。どういうことだと思うと思うので、早速やってみるんですけど、まずダメなパターンですね。ピューってつけてこれ止めずに次に行っちゃう、これ止めずに次に行っちゃう、これ実はやめてほしくて、
まあ、シンプルにこの移動の瞬間にこの頭皮とかにお客様の頭皮にベシャッとついちゃうじゃないですか。なのですごくお客様に不快感があるんですよね。なので1本ずつ丁寧につけるっていうのは、1本つけ終わったら止めて次行く、止めて次に行く、こういう風につけていただく方がお客様自身の、まあ、頭皮への不快感というのも少ないですし、まあ、薬剤のねこの無駄な消費にも、ならないので、こういった部分はねしっかりと押さえていただきたいなと思うのでよろしくお願いします。はい、でこれもねすごく大事なことなんですけども、お薬つけた後はね必ずターバン交換しましょう。交換しないとですね、やっぱこのターバンがお薬を、分かります、こうめちゃめちゃ吸ってくれてるんですよね。なのでこれがずっとお肌に触れたままになると、やっぱお肌が弱い方だと炎症の原因になっちゃったりもしますし、めちゃめちゃ肌が強い方でもさすがに不快感もマックスなので、ターバンの交換っていうのはお薬をつけるたびに必ずチェンジ返します。はい、次がですね、スティックの役割と打ち方になります。まずまあこのよくね営業でも見るこのスティックなんですけども、こうやってゴムのね手前側に必ずかけていくんですけども、これが何の仕事をしているかっていうと、一つはラバーショックを防ぐためにやっています。このままだとね、このここにギュンと当たってしまってたりするんですけども、まあこれをこっち側に入れていくことでラバーショック、ここの部分にね入ってくるラバーショックを防ぐことができるのと、あとはまあロッドがその位置から崩れないように固定するっていう仕事ができるので、しっかりとね打っていただけたらいいかなと思います。あとまあよくあるミスというか間違いで言うと、一つはですね、間違ってこっち側に打っちゃう、こっち側に打っちゃう、こっち側に打ってください。後ろ側に打っちゃうとね、あまり意味がないので。でもう一つはですね、これなんか長いんで、もう欲張ってガーってガーって打っちゃったりするんですけど、こうすると分かりますか、ここが一直線に並んじゃいましたよね。並んでる位置の固定なんで、並んでる位置からずれてしまったりするので、まあこういう丸みがきついところはスティックもこうまめにね数を使ってもらっていいので、細かく打ってもらうようにすると本当に巻いてる位置から崩れなくなってくれますので、ここもねしっかり覚えておいてください。こんな感じですね。はい、じゃあね、こう最後なんですけどね、やっぱこうパーマヘルプの最後の締めといえばキャップじゃないでしょうか。キャップなんでするかっていうとですね、まずまあ薬剤の乾燥を防ぐために行うのと、あとまあ室内ってね結構空調とか効いてたりして、こっち側からガーッと冷たい風当たってるとかってなったら、ここだけ冷えちゃってこっちとお薬の反応が違ってしまったりするんですね、温度の加減で。なのでこのようにキャップをつけることによって、この中の湿度温度が一定に保たれるようにするのがこのキャップの役割になります。なのでまあ、ね、冬場とか、まあ、寒い時とかここに温風で風を入れてからこのキャップしたりする場合もありますね。でちょっとね気をつけてほしいなと思うのは、たまにこんな風になってるけど気づいてないことか、ちょっと出てますよってね。あとは気をつけてほしいのが、これをこっち側にかけちゃってる人たまにいますね。そうするとこれが下がってきて、お客様の顔にこのビニールの部分が当たり始めたりするので、結構こっち側に入れていただけるといいかなと思います。なのでキャップもすごく大事なパーマヘルプの締めになりますので、最後まで気を抜かないようにやっていきましょう。はい、今回のバベルチャンネル動画いかがでしたでしょうか。まあパーマヘルプってすごく重要な、施術になると思うんですよ。スタイリストも、アシスタントのみんなに信頼を寄せて任せる部分にもなりますし、スタイリストになったばかりの方も、まあ、巻く方にばっかり集中するのではなくて、やっぱりこの実際にこういった部分までお客様に対するこう施術技術になっているかなと思いますので、まあ、今回の動画を通じてそういった部分もしっかり知っていただけたかなと思います。なのでまあ明日の営業からしっかり使えるかなと思いますので、
ぜひね、参考にしていただけたら嬉しいです。今回の動画は以上になりますので、今後もバベルチャンネルでは皆様のお役立ち情報をしっかりと配信していきますので、チャンネル登録、高評価、良かったなと思ったらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。